皆さんこんにちは、今日のお客様は、音楽ライターの大石はじめです。大石さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。大石さん以前も、宇都宮鉄一ウェブマガジンに、ご登場いただきまして、あの時は今から、5年前2016年だったと思うんですけど、はいはい、日本の祭りズムという、本を出されたタイミングで、はい、サッカー奥の細道と、うんうんうん、なんか同じようなタイミングで、うん、地域と、盆踊り、地域とサッカーみたいな感じで、うん、非常に共通性があるなということで、そこで初めてお会いしまして、そしたら今回また同じタイミングで、そうですね、奇遇にも、はい、盆踊りの、戦後史、そうですね、僕自身は盆踊りを祭りの、まあ、その伝統的なものに惹かれて、はい、ずっと追いかけてきてたんですけども、うん、まあ、東京在住で、もともと僕生まれが東京なんですけど、はい、そういう人間からするとそういう伝統的なお祭り盆踊りだけじゃなくて、うん、まあ、あられちゃん音頭とか、うん、ドラえもん音頭がかかってるような、うん、ああいう手作りの盆踊りっていう方の方が、まあ、自分にとっては身近な存在だったんですよね、うん、だから、まあ、ずっとそういう伝統的なものを追いかけていろんな場所に行ってたんですけど、その一方でその自分のすぐ身近にあるその足元にあるようなそのあられちゃんが温度がかかっているような盆踊りをいつかきちんと、まあ、うん、追いかけて、なんでああいう風な盆踊りの場というものが、まあ、戦後に生まれてずっと現在まで続いているのか、うん、そのことについて、まあ、考えるようなことを一冊やんなくちゃいけないなということはずっと考えてたんですね。それでこういう本を作りました。ということで今日は、この本を中心にしながら、盆踊りとサッカー実は結構なんか似ているところがあるんじゃないかという、はい、今日お話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この本は、先ほど去年の12月発売って言いますけど、はい、うん、実はもっと早くに出す予定だったんですか？そうですね、去年のもう頭ぐらいにはほとんど書き上がってたんですね、うん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 、でただ、まあ、そこからですね、まあ、このコロナ禍に入っていって、うんうんうん、まあ、ちょっとこの、まあ、盆踊りが今年はどうも2020年は夏はできそうもないと、まあ、それまで状況がもう一変してしまったので、うん、これはまあちょっとそのコロナ禍の状況もちゃんとまあ書いた上で出さないと、これはちょっとリアリティのないものになるんじゃないかということで、まあ、最後に一緒書き加えたという感じですね。まあ、盆踊りはやっぱりほとんど中止になりましたし、うんうんうん、まあ、実際いくつか、いろんな形で例えばオンライン盆踊りだったりとか、うんうんうん、違う形でもやりましたけど、それまでとはもうの形では全く同じ形でできてるところっていうのはもう全国一箇所も多分ないと思いますね。これサッカーファンが主に見ている番組なんですけど、はいはい、サッカーファンは、まあ、盆踊りっていうのはもちろん知ってるわけですけど、うん、盆踊りファンというんですか、なんか盆踊らという人がいるらしいですね。そう、まあ、盆踊りって本来であればその、地域に住んでる人たちが、うんうんうん、まあ、楽しむもの、うん、まあ、その地域の人たちのためのものっていうのがあると思うんですが、うん、はい、ここ数年、まあ、ざっくり言えば、まあ、震災以降、東日本大震災以降だと思うんですが、うんうんうん、いろんなその各地の盆踊りをこう点々とこう回っていくような、うん、まあ、熱狂的な盆踊りフリークの人たちが一気に増えたんですね。へえ、まあ、そういう人たちっていうのはその各地に訪ねながら、まあ、実際踊それぞれのところを踊り歩くというかですね、うん、まあ、それをために旅するっていう人たちがいて、うん、で僕自身はその、ライターとしての関心になったりとかがあって、まあ、自分は盆踊りではないと思ってるんですが、うんうん、いろんな場所に行ってことごとく同じ場所で会う人たちがやっぱりいるわけですよまたここにもいる、ここにもいるとか聞くところによると、うん、年100回ぐらい盆踊りをこうはしごしている人がいるという話を聞いたんですけど、はい、そうですね、でもね、盆踊りって大体夏やるじゃないですか、うん、その100回も年に回れるもんかと思ったんですけど、いや、まあ、東京とかだと、真夏だけじゃなくて早い時期だと、まあ、6月だったりとかから、まあ、9月ぐらいまでありますし、うん、でまあ、その100回って、言ってる人は多分僕の、知人でもあると思うんですが、うんうんうん、まあ、東京で何箇所もはしごしたりとか1日何箇所も出るんですか？そうなんですよ。だからまあ何分旅1時間とか踊ってまた次の場所、うん、次の場所ってまあ3箇所とかを回るんですよねまあそれはまあ極端な例かもしれないですけど、うんうんうん、ただまあそうやって、1年、まあ、夏の間はひたすら盆踊りで明け暮れるっていう人が一定数いるという感じですね、うんうん、サッカー観戦はしごする人もいますけど、盆踊りはしごするってすごいですね、うん、まあすごいですよね体力もいりますしね。サッカーライターでもサッカーする人はいるわけですよ、はいはいはい、むしろ多いんですよ、うんうんうん、大石さんは
あれですか、見るだけで自分から踊らない？あ、踊ります踊ります、うん、僕踊るのも好きなんですけど、うん、やっぱりその盆踊りの背景であるとか、うんうんうん、あとまあその地元の方と話を聞いたりとか、まあ、歌の歴史であるとか、うんうんまあ、例えば矢倉がどういう形でとか、うんまあ、そういうまあ全般的に関心があるので、うんまあ、踊りはその中の一つっていう感覚ですかね。あ、その感覚僕で全く同じ。あ、そうですか。やっぱりサッカーのゲームだけじゃ面白くないんですよ。やっぱりそのクラブはどういうあの歴史を背景を踏まえているとか、その土地柄はどうなのか、地域性どうなのかとか、うん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 ね、あとはやっぱりスタジアムの形状とかですね。スタジアムは矢倉ですよ。なるほど。面白い。なるほど。うんうん、だから非常に通じるものがありますね。僕もあの こちらの本を、はい、読ませていただいて、はい、そのまあ、どういうふうにサッフットボールを通じて街を作っていくかとか、うん、あの地域をこう、まあ、つなげていくかっていうことは、うん、もうおそらく盆踊りとほとんどかなり近いことをフットボールでも行われてるんだろうなっていう感じがありますね。サッカーファンも、まあ、そういえば近所で盆踊り、まあ、夏行ってもやってるよなぐらいの感覚ではあると思うんですけど、うん、最近もなんかこうしばらく行ってない人からするとですね、なんかこうこの曲が今この曲で踊ってるのみたいな話結構あると思うんですよ、はいはい、で、まあ、例えば荻野目洋子のダンシングヒーローとかって、これももはや定番みたいですね。そうですね、うん、あの曲自体が、うん、リリースされたのは1985年だと思うんですが、うんうんうん、その、直後、80年代末には、うん、その名古屋のとある盆踊りの会派が、うん、そこに振り付けをつけたんですが、うんうんうん、まあ、そこからこう東海地区には90年代の段階で広がってたみたいですね。うもう今では完全に盆踊りのスタンダードだと思います、ね、スタンダード、はい、うん、TRF のイージーズダンスっていう曲、あれどうやって踊るんですか？まあ、ほとんど盆踊りといえどももう何て言うんですかね、クラブに近いような感じではあるんですけど、ただまあその TRF の DJ コーさんが矢倉の上でやって、その神田明神、東京の神田明神の盆踊りで、矢倉の上でまあ DJ ボンオードリーみたいなことやったりとか、まあ、そういうちょっと、まあ、ここ数年ですね、うん、そういう こう普通のポピュラーミュージックと、うん、そのボンオードリーのなんかこう境界線みたいなものがさらにこうぐちゃぐちゃになってきてるっていう感じはありますね、うん、まあ、その世代がいろいろ変わってくる中で、うん、かつて その地元に伝わってるような ある種スタ、まあ、オーセンティックなボンオードリーの温度、うんうん、東京で言えば東京温度みたいなものであるとか、うんうん、炭鉱節みたいなものよりも普通に例えば四つ打ちのダンスミュージックであるとか、うん、ポップスだとかそういうもので育ってきてる世代っていうのがやっぱりいるわけですよね、うん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 、だからまあそういう人たちの欲求というか、にこうある程度フォーカスしていくと、まあ、そういうものも自然と入ってくるとか、なるほど、まあ、踊られる曲が多様化してきてるっていうのはまあ自然なことなのかなっていう気はしますね。この本はある意味そのもう大石さんの仕事のちょっとまだまだこのお仕事はね今後続くと思うんですけど、うん、一つの集大成的な部分、うん、つまりその盆踊りからこう日本の戦後史、終戦、高度成長期、バブル崩壊で震災でコロナ禍みたいなねいうものを盆踊りを中心としてこのなんか俯瞰するっていうこのアイデアってどっから出てきたんでしょうか？まあ、それぞれの時代ごとの、うん、まあ、重要なこうトピックみたいなもの、例えば1980年代のダンシングヒーローが生まれましたとか、うん、昭和30年代のオバキュー音頭が出ましたとか、うん、まあ、そういうこうリリースされている曲だけでも、うん、その戦後にいろんな曲があるわけですけど、うんうんうん、それがじゃあなんでその曲が求められたのかとか、うんうん、なんでその曲が盆踊りに入って定着したのかっていうことを考えていくと、まあ、そのアニソン音頭、まあ、オバキュー音頭みたいなアニソン音頭の背景にはその、まあ、ベビーブームで段階ジュニアの世代っていうものが1970年代から80年代にかけてブワッと増えて、うん、でその人たちが盆踊りの世界にブワッと入って、それによってアニメの盆踊りソングってものが必要とされたとか、うん、結局その社会の変遷と常に結びついてるんですよね。なるほど、うん、だからこそ、まあ、そういうものをこう繋いでいくと、もしかしたら流れがこう一つ戦後以降の流れが見えるんじゃないかっていうのは、なんとなくそのリサーチだったりの中で見えてきたことでもありますかね。自分が、まあ子供の頃の、まあ、要するに高度成長期ぐらいに、うん、まあ、地方からいろんな人たちがこう、はい、都会に流れてきて、はい、で、まあ、言えば故郷を思う気持ち、うん、あるいは故郷を失った人たちが新たな故郷を作るという、うん、一つの役割を、この盆踊り、うん、祭りがこう担ってきたというのが、はいはい、
あ、なるほどなってやっぱりすごく思いましたね、うん、あと僕もやっぱ団地住まいだったんで団地の盆踊りっていうものも、はい、あれはその、まあ、非常に近代的なモダンなその都市生活っていうものを、うん、送るためにああいう場所が団地とかニュータウンみたいな場所が作られてるわけですけど、その一方で盆踊りみたいな非常に非近代的な場所っていうものをなぜわざわざ作り出して、それをずっと毎年毎年続けてきたのか、でそれは何でなんだろうっていうことを、まあ、一回考えてみようっていうことはこの本格ですごく大きなテーマの一つではありましたね、まあ、その中で出てきたっていうのが出てきたのがその中で出てきたのが、まあ、そのふるさとっていうこと、まあ、概念というか概念としてのふるさとっていうことが出てきたと思います。あのこれも、まあまあ、無理やりじゃないけどサッカーにつなげるとやっぱりその J リーグができたことでホームタウンとか自分たちの故郷、それはもう今住んでる故郷かもしれないし、まあちょっと置いてきた故郷に対して、うんうん、改めてこの意識する思いましたね。そうですね、地域アイデンティティとどう結びついてるかっていうのは、うん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 、サッカーも盆踊りも非常に近いかもしれないですよね、うんうん、改めてこの本を書き終えて、うん、大石さんの中でこう、まあ、どういったまず結論みたいなものがこう見えてきたか、うん、でこれを書き終えたことで次どういうテーマがこう新たなテーマが浮かび上がったか。そうですね、結論として感じたのは、うん、まあ、やっぱりこうコロナ禍、コロナのまあど真ん中で最後書き終えたっていうこともあって、うん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 、あのやっぱり人はどこかでその集まること、うんうんうん、人と集まって同じ場所を共有するっていうことを求めてるんだろう、求め続けてるんだろうなってのすごく感じました、うん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 、それは単純にその場で会話を交わさなくてもいいかもしれないですし、別にそこに大きなその強いつながりがなくてもいいのかもしれないですけど、ただやっぱりその夏のある時期に同じ場所に集まって同じ空間をシェアして、そこで何か自分の中で満たされる感覚であるとか、あとそこの中にその踊りの輪の中に自分のまあふるさとのイメージであるとかってものを投影するみたいな、そういうものを本当にずっと必要としてきたんだなってことが、まあ、最後特にその集まれなくなった、そのコロナの中で集まれない中、なおかつ踊れないし、その人と何かを共有するっていうのは、まあ、もちろん SNS 中でいろんなことを共有できますけど、うんうん、やっぱあれだと何かが足りないんですよね、うん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 、っていうことが、まあ、ずっとそれ、まあ、今だけじゃなくて戦後常にそのまあ新しいコミュニティを作る上でもそういう場所を日本人は求め続けてきたんだなっていうことは最後書き終わった時に感じましたね。盆踊りの概論というか、自分がいつかやりたいなと思っていた戦後の流れというのも今回これで、ここからもう少しその各地域に限定して潜り込んでいくようなことをしたいなと思ってるんですね。今ちょうど屋久島の首都取材を進めてまして、屋久島っていうと鹿児島 の、はい、奥の方ですね、奄美大島のもうちょっと手前の方というか、であそこにちょっと縁があって、まあ、あとある、民謡が、1曲あるんですが、それが1個ちょっと、まあ、いろんな流れがあって、まあ、幻になってるあの歌があるんですね。それを追いかけるという、はあ、今回そういう概論みたいなことを書いたので、一つの現、まあ、その次のこともまたちょっとある地域のことを考えてまして、そういうもう少し特定の地域に深くも潜り込みながら、そこからもう少しちょっと普遍性みたいなものを探るようなことをやっていきたいなというふうに思ってます。はい、ということで前半はですね、この盆踊りの戦後史について、著者である大石さんに、お話を伺いましたが、この後はですね、コロナ禍におけるその盆踊りあるいはこうサッカー観戦と絡みながらですね、はいはい、うん、ちょっとお話をまた、していきたいと思います。とりあえず大石さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。